川智さんはバドミントン女子ダブルス日本代表の福島由紀選手、そして廣田彩花選手でございます。お久しぶりです。1年後に金メダルを取るために何か今課題とか金メダルを取るために進化させるぞみたいなことあったりするんですか？レシーブっていうところは自分たちはこう中心的にやってきてますし、今も課題としてやろうと思います。よく取れるよな、本当に。あれ見えてるんですかね、感覚なんですか？いや感覚じゃないです、ちゃんと見てんでしょ。見えてる、ね、見てます。見えてるよね。そりゃそうだよ、あれ勘ですって言ったらおかしいだろ。あ、じゃあ そこに打ちますよ。はい、はい、そこ打ちます。そこ打ちます。はい、構えてるとこ打ちます。はい、構えてるとこ打ち。はい、はい、じゃあやーっとじゃあやーっと違うじゃないですか。ごめんなさい。取れよ、みやぞん。はい、いやもう無理ですよ、これ。自分の思ってるよりも気持ち早く。はい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 。先生、ここはどうしたらいいですか？こうですか？じゃあ自分が動くしかない。お前が動け。あ、僕が動くんだ。やっぱりこう逃げちゃうとやっぱダメですね。目がぶれるというか。それで来ても別に普通に。ただその後の一歩が出ないです。うん。こうやって返した。もう出ないですね。その後にまた何とかっていう話はもう僕の中ではないですね。明日もまずラケットの持ち方、出し方、スイングの仕方をイメージしてもらえば、こう肘を伸ばすときに当てる。あ、ここで当てるんですか？そうですね、こう曲がってたりすると飛ばないので。曲がって飛ぶとそうじゃないんだ、もう。そうですね、伸びてるときに伸ばしきったところで当たるように。バックハンドを打つときは少しこう親指をちょっと立てるというか、それでシャトルが来たタイミングで力を親指のインパクトを、はい、うわ、この感覚なかったですね。親指でこう押してるんですね。そうあ、全然肘と、ね、当たったなって思った時にグン当たる、え、当たったなって当たったなって思ったらギュンですね。はい、当たる瞬間に力を入れる。当たる瞬間に力を、はいって。明日も、はい、いきます。うわ、すげえ。うわ、すげえ。連続ですね。すげえ。監督かっこいい、投げてる。これちょっと手裏剣の。これ二人ともすごいですけど。ちょっとやってみて。いきます。はい。はい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 、おすごい、はい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 、すげえ、すごい、はい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 、よし、すごい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 。初めて私もやった時、全く当たらなくて、手がついていかなかった。はい、手がついていかないかったんですけど。いや、すごいなと思いました今。すごいんですね。うちの母ちゃんは昔からあんたはすごいって言ってたんですけど、本当なんですね。じゃあさらに実践に近づけます。私が、今度ラケットでシャトル打ちますので、恐怖心をまず取りましょう。はい、怖いんですよ、はい、今の。必ず逃げないでください。僕から逃げるってことはございません、はい、怖がると力みが出るので、はい、怖がらない。怖がるという感じかけません。わかりました。いいですか。はい、やった。はい、ちょっと怖がらない、怖がらない。これぐらいのスピードで、だんだん速くなるとシャトルがこうもやに見えますから。はい、行きます。おお、うまい。これ多分俺取られるな。明日も1本目、廣瀬さんお願いします。おい、返せました、ね、これは返せたってことでいいんですか？返しましたね。とりあえず結構上げてくる。
嘘だ。2本取ってるよ。はい、お願いします。3本すごいすごい。素人やばい。お願いします。やばい。4本返してます。4本中4本取ってる。ドドンと落ちましたね。はい、はい、落ちましたね。やばい。おお、それ狙うね。来たな。本気出しましたね。死ぬ気でいけよ。うそ。何やってんだよお前。グーで殴られねえのか。あと最後の1球です。ラスト。おいおいおい。7本。やられた。やられた。素晴らしい。すごすぎ。こんな簡単に返されたらちょっとショックでしたね。ひろたどうでしたか。ひろたの球をあんだけ返されると自分もショックでした。はい、オリンピックで金メダルというところですね。はい、東京オリンピックで金メダル獲得。はい、そりゃそうだ。あの監督があのきつい練習をしてたらやっぱ取れますよ。ありがとうございました。監督もありがとうございました。ありがとうございました。